第十五代総選挙は、金四三政権人の大韓民国国会を構成する国会議員を選出するため1996年4月に行われた韓国の総選挙で、1948年5月の初代総選挙から数えて15回目となる。韓国では、選挙回数を第回ではなく、大々と数える。また、名称も総選挙ではなく、 総選と表記するのが一般的である。国会議員の人気満了に伴って実施された選挙である。今回の選挙は前年の1995年に金正筆の新党結成と金大中の政界復帰及び新党結成によって復活した参金を中心とした政治体制に対する是非が問われる選挙戦となったが参金が率いる政党が それぞれの地域で強さを発揮、金四寒大統領与党の新韓国党が当初の予想に反して前線をする結果となった。前回までの国会議員選挙法に代わって、1994年3月16日に制定された公職選挙及び不正選挙防止法によって行われた。今回の選挙では、金四寒、金大中、金消失の三金の膝元である、 継承道、全羅道、中世道で彼らが率いる政党が圧倒的な強さを発揮する地域主義による政治構造が前回選挙より強く現れる結果となった。具体的には新韓国党が普山、チェジュ道で国民会議は甲州全羅南道、そして自民連が大田ですべての議席を独占し特定の強い地盤を持たない民主党が大敗した。 民主自由党から党名を改めて総選挙に挑んだ与党、新韓国党は党職選組で獲得議席は120から130議席ぐらいと見られていた。選挙の結果、獲得議席は139議席と過半数を割り込んだが各党が主戦場としていた首都圏で第一党となるなど前線した。一方、前年政界復帰した近大中が率いる 国民会議は第二党を維持したが、強いとされていた総理市で与党に敗北、獲得目標としていた100議席を確保できず、全国区の名簿順位14位で立候補した近大中総裁自身も落選するなど厳しい結果となった。また首都圏と全羅道以外の地域区では当選者を出すことができず、国民会議の支持が地域的に偏っていることも露呈した。 民事党から他元を分かって結成した、金賞筆率,率いる自由民主連合は、地元の中世道だけなく、旧政権に対する報復政治で、反金四三ム感情が強い手具で優位に立つなど、躍進し、院内交渉団体資格の20議席を優に、上回る50議席を確保したものの、ソウルで1議席も獲得できないなど、限界も見せた。国民会議の結成により、 有力議員が多数離党していた民主党は在野勢力や市民運動団体関係者が結成した改革新党と統合した上で韓国政治を歪めている三近政治と地域主義の生産を掲げて選挙に挑んだが力宅顧問や金元木共同代表など幹部が次々に落選、全国区当選者を含めても15議席に止まり目標としていた 院内交渉団体となるために必要な20議席を確保できなかった。後に韓国大統領になったロブゲンはソウル市小6から選挙に立候補したが落選を余儀なくされた。この選挙では地域区から21名、全国区では22名の合計43名の女性候補者が立候補した。選挙の結果、8年ぶりに地方区で2名が当選。 全国区で7名が当選した。また、総選挙後に行われた1998年の補欠選挙で、僕世紀元大統領の娘である僕国が当選し、地方区選出の女性議員は3名となった。新韓国党新政治国民会議自由、民主連合統合民主党、無所属補欠選挙繰り上げ当選この総選挙では、在野運動や、 労働運動及び市民運動のグループが独自、候補要立や野党勢力との統合を通して、積極的に選挙へ参加する動きが見られた。また、在野勢力は独自の進歩政党結成を視野に入れるようになった。88年と92年の総選挙でも、在野勢力の選挙への参加や、政党結成は行われてはきたが、組織としてではなく、運動過去人のつながりによるもので、 既存の政党政治にほどなく吸収されていった。これに対し15大総選挙は、制度権への組織的集団的参加が初めて、試みられたが、参加方式は大きく分かれた。西平茂げ各国の選挙から変遷と、現状517ページ、第2部各国の選挙法大韓民国第6、共和制の選挙法より、春季組、現代韓国と、女性新幹者 158ページ及び176ページ、東亜日報、東亜日報宿殺版1996年4月号492から494ページ、愛官民国選挙史、第6週の204から205ページの記述より、ありがとうございます。